はい、今日こちらにご覧になっていただいているのは i.mx51 を使った、自動車の、インフォテインメントシステム、インフォメーションとそれからエンターテインメントを融合させた、インストゥルメントパネルのデモンストレーションです。こちらにございますこのスイッチとこのスイッチは、自動車の、ハンドルにあるスイッチ、こちらを、そのまま模しているものでして、CD、それから、外付けの USB、そういった、外部ソースからの、音楽再生も可能となっております。それから、センサーでタッチセンサーのスイッチが実装されておりますので、メカスイッチよりもタッチをして実際にコントロールをすることが可能となっています。それから LCD、 こちらの液晶のパネルにもタッチセンサーがついておりますので、こちらをタッチさせても実際コントロールが可能というふうになっております。それからあとここに今タコメーターがございますが、ここで燃料計、それから温度計を表示させるといったような、そういう情報を表示するところのコントロールも合わせて行っております。以上簡単ですが i.mx51 のご説明でした。